皆さんこんにちは、モードAのノリです。ついに今日です。6時になったらテレビの前で正座して待ちたいと思います。大画面でフルのフィエスタ、いやもうなんか多分言葉なんて出てこないかもしれないです。語彙力は安定のヤバいだけになりそうです。そしてヤバいヤバいといえばですよ、ブルームアイズの予約販売が1位になったという記事を読みました。皆さん見た？ SNS でもなんかガールズグループ歴代1位とかいうのを見て、本当にマジやばいやばい、はい、やばいしか出ません。いやもうおめでとうございます、ありがとうございます、嬉しすぎます。もちろん私も無事にですねブルームアイズ予約いたしました。皆さんいろいろコメントありがとうございました。みんなアイバツ、アイアム、アイビル3つ予約したかな、うん、どのビジュアルも全部めちゃめちゃ可愛すぎるので、てか開封楽しみなんですけど、皆さん特にお気に入りのやつとかあります？私はですね、ビジュアル的にはアイアムのバージョンがめちゃめちゃ好きで、あ、ちなみにこのちょっとパール今日つけてるんですけど、はい、アイアムバージョン意識しました。結構みんなさパールつけてんだよね。なんか女王様のような風格というか、シックで上品で気品があってみたいな、ちょっとなんかアンティークっぽい感じもするし、めっちゃいいよね。楽しみ、中の写真とかでですね、そう今日これが話したいんです。ヴァンパイアのリリーベの時にこう名前のシールイラストを描いたやつ貼ってったんですけど、そのねイラストを返してくださってたウィズワンさんでさやこさんっていらっしゃるんですけど、その方のイラストがまたまた素敵なので、ちょっと今日は紹介させてください。あ、許可ちゃんといただいております。じゃーん、やばくないですか？やばいでしょね、え可愛すぎませんか？でも特徴バッチリだし、めちゃめちゃディティール細かいんですよ。いやすごすぎないですか？ちなみにですね、私ちょっとさやこさんのイラストすごく好きで、とあるお願いをしましてですね、近々セカンドチャンネルの方で発表できると思うので楽しみにしていてください。はい、下の説明欄にリンク貼っておきますので、ツイッターの方に可愛いイラストたくさん書かれてましたので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、というわけであと数時間後にはフィエスタのミュージックビデオ、そしてブルームアイズがリリースされます。ちょっとデジタル配信買えるのかな、日本でも買っちゃおうかなとちょっと思っておりますが、いやーほんと楽しみすぎてやばい、というかちょっと娘が起きましたので、そろそろ私はこの動画を切らなければなりませんが、はい、というわけでですね、当分はですねブルームアイズ、フィエスタもリリースされて、ダンス動画、リアクション動画、開封動画とちょっとアイズワン続きになってしまうかもしれないんですけれども、もしよかったら一緒に楽しんでいただけたら嬉しく思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやってますので、下の説明欄からぜひぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you! リアクション動画がすぐ上がるかもしれません。